ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。昨日は舞原市磯のですね、暮らしぶりについて、いつもやったら22分ぐらいまでで終わるんやけど、25分以上かけてちょっと長くお話をいたしました。で、磯というところは天の橋立みたいなところで、片方は琵琶湖で、そして片方は入江内湖というところと、それに挟まれるように細く集落が形成されていたんです。今もだから磯いうところは、磯の集落というのは細長くなっていますが、これはやっぱ昔の名残が残っているということです。片方はもうね、入江内湖の方は今はもう全部干拓されてしまいましたから、入江内湖の姿を今見ることはできませんけれども、そやけど村の地形、集落の地形で、家の建てぶりであったり、それから琵琶湖の片方はもちろん琵琶湖やから、これが残ってて、こう綺麗な琵琶湖の、湖岸に接した村で、とても綺麗な村です。しかし、かつてはそんなことで天の橋立て状態だったわけですから、電波帯に用いる面積は非常に小さくて、でそして、だからといって田んぼがないわけではないわけだけど、それが数年に一遍ずつ、水害で大きな被害を被るというような状態で、そういう中で、こう磯の人たちがたくましく生きておいでになった様子をお話をしましたね。一つはその入江内湖を用いて、その入江内湖にたくさんいた魚を、取っておいでになった、エリっていう漁法で、たくさん魚を取っておいでになったとかですね、それからシジミか、シジミもあれやっぱ琵琶湖岸の砂地やから、たくさんシジミ取れたと思います。内湖の方なんかやったらウナギとかは、これ随分と高く、売れているものですし、売れるものですし、シジミも現金収入にかなりなったと思いますね。で、船寿司なんかが当時明治大正時代やったらみんなつけてはったんか知らんけど、やっぱり船もやっぱり必要なものですから、やっぱそういう形で漁業はかなり経済的にこう大きな助けになったものと思います。だから、琵琶湖にですね、鳥餅のねついたこう鶴とかそういったものを流しまして、そしてこう鴨を中心としまして鳥を取るとね。冬の間なんかは鴨鍋ってのは大変おいしいものでして、実は僕も好きなんだけども、オスのマガモなんか大変おいしいですね。冬の間なんかとてもおいしいですね。私の飼うのは養殖の方やけど、そんなもん自然なやつ取ったらお縄になってしまいますからね。そうやって、こう呼ばれさせていただく時いうかね、もありますが、大変やっぱおいしいもんだと思います。でそういった形で鳥を取るとかね、それから一番標高が高くて、そしてあの辺は砂地ですから、高いところで、根菜類ですね、カブラであったりそういったものを取って、こうそれを食べね、売ったり食べたりしておいでになったということでしょう。だけどやっぱり米と畑ね、米作らなきませんし、でやっぱり畑ももっと必要ですから、山を開墾して、磯山といって山があるんですけど、それをこう平らにして、人間でできる範囲で平らにして、そこで畑を作り、で山の土を、入江内湖に運んで、でそこを埋め立てて入江内湖を田んぼにしはったっていうようなね、そういう暮らしぶりをですね、こう読んでますとね、これ佐野静代先生が随分調べてくれたのを利用して話させていただいたわけですが、随分と何て言うかな、社会ね、こうなんかな、琵琶湖の湖岸の土地をに適応して生きておいでになった姿がよく見えてきますね。すごい暮らしぶりやったもんやなと思いました。で今日は昨日に引き続きまして磯のお話をしますが、今日はねその中で特に元利っていうところを中心にお話をしたり、それから藻を取るにあたってやっぱ藻を育てていかなければなりませんから、どのようにして藻を
こうに栄養を与えていったのか、もう育てていかはったのか、そして琵琶湖の環境をどんなふうに大切にしておいでになったのかというようなね、自然環境と共生するで、ことにもう、自然環境と共生する、その中で、物大切さみたいなものをお話をしていこうと思っています。で、昨日もちょっとだけ述べましたけど、元ですね。で、例えばこの沼地なんか行ったら夏になったら藻がいっぱい出てきますね。それからその元、それから沼のこう、底にあります泥をですね、これを浚渫をしまして、でこれらをこう田んぼの肥料にしてはったんです。で、今の農業のやり方とは違いますから、これ随分とびっくりしはると思いますけど、湖東湖岸では、この藻であったり、沼地の至る所に内湖があったんで、その内湖の藻を取ってきて、そして内湖の底の泥を取ってきて、これらを肥料にして用いていたわけです。しかし、その肥料を作る豊かって、やっぱりそこにはやり方もあり、で藻を育てるというか、藻を大きくしていくのにやっぱりいろいろと工夫をしておいでになった。で、その藻をですね、適切にこう使用するために、採取し使用するために、さまざまなこうなんか生活の知恵いうんかな、長い間の試行錯誤を経て、どのようにして藻を採取し、それを利用しておいでになったのかということを、佐野静代先生の研究をもとにお話をしていきたいというふうに思っています。ね、これもやっぱり、これは代表的な移民村4「磯」という、記事、これが、2007年9月21日に書いたブログのページを、読みながらお話をしていきたいと思います。磯の人々がですね、琵琶湖の湖水をきれいに保とうとなさっていた話と、肥料として用いられたもの採取についてお話をすることにします。磯周辺はかつて天橋立みたいなところでした。一方が琵琶湖で、一方が入江内湖で、両側が水面だったということだけれど、でこの琵琶湖の水と、それから入江内湖の水を、この磯の人たちは明確に使い分けておいでになりました。で、琵琶湖岸のこと、琵琶湖岸の方をこれ浜と言うていたんですけれども、で浜の方にですね、小さな桟橋状の板を張り出して、そこで朝顔を洗い、米を研ぎました。で、湖水の方はきれいなものとして、きれい、もちろん湖水昔やからきれいに決まってるんで、きれいだったからです。そしたら内湖の方はどういうふうにしてはったかというと、排水を流す場所として用いておいでになりました。例えば洗濯をする場合、家でたらいに汲んだ井戸水で洗いをし、ざっくり洗って、で汚れた水を家の横にある堀を通して、水路を通して内湖に捨てていきます。そして最後のすすぎの時だけ浜で行います。ね、洗濯のフィニッシュの時だけ、浜で行うと、すすぎの時だけはと、でさらに食器洗いの際に出る排水など、すべて意識して内湖側に流していました。ね、生活用水なるべく浜の内湖、入江内湖に落としていました。で、逆にですね、琵琶湖側へは決して、汚れた水を流してはいけないと母親から厳しくしつけられたと、よく頃をね、おばあちゃんたちは語っておいでになったそうです。ね、琵琶湖の方はきれいにして汚しちゃいけないと。で、逆に生活排水は入江内湖に流さなきゃいけないと、そんなふうに使い分けてはると。それはどうしてなんでしょうねっていうことです。それはですね、内湖に流された汚水のうち、栄養分は沈殿して、で上澄みのきれいな水だけが琵琶湖に流されることになるので、まず琵琶湖の水質を保全すると。
このような沈殿浄化槽としての内湖の利用は県下各地の沿岸で広く行われていたようです。従いまして孤島湖岸の移民村の生活全般にこんなふうに、こう沼内湖として、琵琶湖の水をこう、きちんと使い分け、琵琶湖の水を汚さないようにしておいでになったということです。しかし琵琶湖の水を汚さないためだけに生活排水を内湖に流していたわけではありません。ね、こう琵琶湖の水質を保つ他に別の意味があったからです。内湖に生活排水が捨てられそのまま放置されたら、こう汚れた泥がたまって不栄養化してしまいます、ね、そのままほったらかしにしといたら不栄養化してしもて要は水が腐っちゃうということです。しかしそこの泥と、堤濁とそこに繁殖する水草を肥料として採取しますんで内湖が浚渫されることになります。もう採取し内湖の底を浚渫することで浄化槽としての機能を再生させたわけですわ、ね、こう泥とそれから藻を取ってこれを田んぼの肥料畑の肥料にするという、そういう利用をする、うん、それがこう内湖の浚渫機能内湖のですね浄化槽としての機能を、維持するそういう役割をも果たしたということです。で、もちろんですねこの元それから底の泥を採取するのは第一義的には肥料を得るためです。湖岸の田んぼは言うまでもなくジュルタで泥タですからこうした地域では牛や馬の耕作に田んぼや畑、ね牛馬を農業用に用いるということはこれ困難です。だいたい自分の耕作地まで昨日も申しましたが磯なんか340隻ぐらい総ぐらい船があるような、ね、田んぼまで船に乗っていくような土地ですからそんなところで、ね、牛や馬も連れてきてこう田をね耕運作業させようとか言って言ってもこれは足を取られて牛はまあそんなもんでジュルジュルに入っていて全く使い物になりません、ね、農耕用の牛や馬がいないのですから牛糞も馬糞も採取できないわけです。肥料としてよく用いられた藁も山林が少ないわけだから、ね、山と違って薪なんかないわけですから薪、ね、山林が少ないので藁は燃料に回さなければなりませんでした。したがって肥料には元そして内湖の泥がよく用いられるそれをこう育てなきゃいけないということやからそれで水中のリンや入江内湖の水中のリンや窒素を含んだ藻やそれから底の泥堤濁はただで手に入る貴重な肥料になったわけです。でその肥料をより栄養分の高いというかより育てるためにはやっぱ生活排水を流していってそれを養分と していかなきゃいけなかったっていうことね。かつての入江内湖沿岸では毎年藻を取る期間が決められていました、ね、いつでも藻を取っていいわけはないよと5月15日から31日に5月15日から5月31日の約2週間の間に採取し水田に入れる春もから8月1日から9月30日が畑用の夏もを取る期間です、ねだからもう取る期間もこうやって2回に決まってたっていうことです。この間の2ヶ月間はね、だから6月1日から7月31日までかはの2ヶ月は藻取りが禁止されていました。なぜなら小イカの魚の産卵期に当たっていて水草に産みつけた卵まで取ってしまうことになるからです、ね、漁業も重要な産業の一つですから、魚資源を守らなきゃいけないということです。で元取りの解禁日には何十艘ものタブネが待ち構え
寺の金を合図に奪い合うように、刈り取りを始めたそうです、ね、でこれ貴重な、肥料でありますからね、そういう本当にこう争うように奪い合うようにもう取ったということです、こうしたことごとは何代にもわたり築き上げられてきた地の習性なんでしょうね。金もう取る期間2ヶ月間取っちゃいけないよというようなことがですねことだし、それからですね採取する時の道具なんかもやっぱり使い分けられていたんです。で5月の春物採取には、上のこのブログページの挿絵の兵甲乙兵手の兵のような桑状の万願と呼ばれる道具を用いて、方言で言ったら猿も、一般の言い方で言うと松もを、底の泥ごとかき取りました、ね、そういう種類のもがやっぱりあって、でその元底の泥をいっぺんにかき取るようなそういう道具が用いられました。採取量の3分の1程度が底の泥であったようです。低濁であったようです。一方夏も採取には箸と呼ばれる2本の竹竿を用いると。これは、この口絵者の絵の甲ですね、甲乙丙手の甲を用いて水面に伸びた、ね、水面に伸びたですよ、金魚もだから表層の方です、サーフェスの方ですね。でそちらの方の毛、ですね、金魚もというのは普通で言うと穂崎のふさもか、穂崎のふさもという毛をねじり取る、ね、2本の竹竿 を利用してねじり取るということやから、こういうなんていうかな、水飴をこう2本の箸で取るようにしてねじり取るということです。でどうしてそんな風にして、道具まで使い分けてきたのかというと、これもやっぱり理由があるようです。もし真夏の高水温低水位の時期に、底の泥ごとすくってしまうと、底の泥の栄養分が巻き上げられ、停滞した内湖は不栄養化が促進されてしまいます。で先人たちは何代にもわたる試行錯誤の末、夏物採集には、底の泥まで、こうかき混ぜちゃいけないということを学び取っていったのでしょうか、言って、これ佐野先生の方にそうやって書いてありますね。なるほどな、ね、だからこう水の表面に、浮かんでる藻だけ、夏の場合はその水の表面に浮かんでる藻だけ取らなきゃいけないよと。で5月の時には、底の泥ごと取ったらいいよっていうのは、こうやっぱちゃんとそうやって科学的な言うかな、理由がこうあった、それをこう試行錯誤の末に長い年月をかけてそういうふうに決めていって、したがって道具まで、違うものを用いていたっていうことになりますね。また浚渫して、良い、泥物量も泥や藻の量も春物の場合平均して水田一旦につけつき田舟6層分を取っていたようです。たくさん取れたということですね。内湖が藻を生産する能力と田畑の面積、収量を勘案し最適と思われる量が定められていた、ね、だんだん試行錯誤の末これぐらいが一番いいんだという量が定まっていったのでしょう。時間かけて定まっていったんでしょう。なお元取りは磯など入り江内湖周辺に限ったことではありません。今も内湖が残る在所はもちろん、ずっと申しております孤島列島というものがあって、そして松原島、八坂島、大藪島、須越島などというようなこう孤島列島でね、こっち側には琵琶湖があってこっちには内湖があるというような、そういった村々では共通してこの藻が肥料として用いられていたことが分かります。どうして分かるんかといったら、滋賀県物産市は集落ごとに
産品の取れ高ばっかりじゃなくて用いた肥料まで書いてくださってます、ね、この用いた肥料どんなものを用いていたのかということを見ますと、やっぱり今言った典型的な移民村ばかりでなく、内耕を持つ村々は広く藻を元底の泥を肥料として用いたようです、ね、そういった形でですね、琵琶湖の水質を守り、そして内耕の藻を育て、そして内湖の底にたまった泥の栄養養分を高めるために、生活用水を内湖に流すっていうのはね、そういった形で自然と共生して、で自然と共に生きておいでになったのが、こう滋賀県からカナダに行かれた人たちの海を渡る前の生活ぶりであったということです。それがですね、この磯ということについて言いますと、佐野静代先生が随分と丁寧に優れた研究聞き取りをしてくださって、まとめてくださったものがあるので、こういったことだったんだなということを知らせていただけるわけです。今日のところで磯のお話を終えようと思います。